こんにちは、旅しばチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はだいたい1年乗ってみてシリーズの第2弾としまして、クレアのいいところと残念なところをいくつか挙げていきたいと思います。まず一つ目はクレアといえばエボリューションシステムです。エボリューションシステムは外部充電器を2基積んでおり、通常の電圧より高い電圧をかけて充電することができます。ですので比較的他のキャンピングカーに比べて充電能力が高く、ある程度バッテリーが減った状態でもだいたいアイドリングで 4、5 時間あれば満充電にすることができます。実際僕たちも旅行に出かけたりとかした時に電力で基本的にはまあ困ることはあまりないです。2つ目はバリエーションがとても豊富で、ボディの長さ、そしてボディカラー、内装色、レイアウトといろいろ自分好みに仕上げることができます。3つ目はバンクベッドが広いことです。うちの息子は身長が183センチほどあるんですけども、十分横になって寝ることができます。バンクベッドの高さも結構あるので窮屈な思いをすることもないかと思います。4つ目は給排水が自由に選べることです。最初僕はこの20リッターずつっていうのが少なくて、まあ、クレアの残念なところであげようかなと思っていたんですけども、実際うちの使い方ではキャンピングカーを外で駐車場を借りているので、排水タンクが備え付けの何十リッター多いタンクがついていても捨てる場所がありません。例えばマンション住まいの方も給水排水どこでするのっていうことになるかと思います。そういった意味ではポリタンクで給排水があるということは、汲むところだとか捨てるところも自由にできますし、もし容量が足らなければポリタンクを増やせば安価に容量を増やすことができます。家に駐車場がある方の場合はオプションで給排水タンクを設置することもできます。そういう意味では他のキャンピングカーに比べて自由度が高くて、実際はこのポリタンク20リッターというのはすごくいいんじゃないかなと思います。5つ目は販売拠点が多いことです。クレアに限らず夏のキャンピングカー取り扱いの店というのは全国にあります。何か不具合があった時も、そして旅行に出ている時も全国に何店舗かあるので、比較的近くで見てもらうことができると思います。まず一つ目はリアベッドのはしごです。うちの 5.3X のリアベッドの部分にははしごがついているんですけども、このはしごを使うと冷蔵庫とマルチルームの扉を開けることができなくなってしまいます。ですので夜間寝ている時にトイレに行きたいなという時に、このはしごがあると扉を開けることができないので、いちいちこのはしごを外さないといけなくなります。以前動画で紹介したことのあるファンルーチェのヨセミテなんてかは、ベッドの部分にステップがついているので、このステップを使ってベッドに登ることができるので、いちいちはしごを外したりする必要がなく、クレアもこういったタイプになっていればすごく助かるのになと思ってます。次に2つ目ですけども、間接照明です。クレアの間接照明は LED の照明がついているんですけども、すごくつぶつぶ感が目立っていて、これはもう僕の好みなんですけども、このつぶつぶ感がちょっと残念だなと思います。実際バンテックのジルダとかアネックスのリバティなんかは普通のライン状の LED になっているんで、見た目もすごくおしゃれになっていて、僕はそちらの方が良かったなと思っています。3つ目はコンロのスイッチになります。このコンロのスイッチは、剥き出しになっているので、納車の時にも説明があったんですけども、水がかかると漏電して勝手にスパークが飛ぶということで、今のクレアの、シンクにはこのスイッチはなくなってるんですけども、古いタイプのクレアに乗られてる方はペットボトルのキャップをかぶしたりとかして水がかからないような工夫をしている方が多いと思います。
次に4つ目ですけども、これもシンクの部分なんですけども、水道の蛇口の部分の形状がシャワーになっていて、クリアの場合水を勢いよく出してしまうとすごく水跳ねをしてそこら中水浸しになってしまいます。他のメーカーのキャンピングカー見てると結構泡沫タイプの蛇口になっていることが多いみたいで、勢いよく出しても飛び散りがなくすごく使いやすそうでいいなと思っています。次に5つ目はアルミパネルになります。僕の乗っているクレアからパネルがアルミパネルのサンドイッチ構造になっています。外も中もアルミパネルになっていて、内側はアルミパネルにクロスが貼ってあるというような形になっていて、一応断熱材は挟んでますけども、冬場はすごくひんやりとしていて、特にリアベッドの壁の部分は下の収納庫からの冷気がそのまま壁を伝ってベッドのところの壁まで冷やしてしまうという感じですごく冷えてしまいます。我が家の場合は以前の快適化で断熱壁紙を貼って対応しています。最初から断熱壁紙が貼られていたらなと思います。6つ目はこのクレアが結構人気でどこにでも走っているというので、僕はあまり人と被るのが好きじゃないので、その点はすごく残念に思っています。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。